翔平大谷が初めてのポストシーズンを迎える中、 MLB は彼に全力で取り組んでいる。 MLB は大谷に全力で投資している。 MLB のポストシーズンのプロモーションで彼を見逃すことはとても難しいだろう。そして日本では大谷の看板が設置されるなど、多角的なマーケティングを展開されている。このように MLB のマーケティングについて報じたのは米専門サイト FRONT オフィススポーツです。 FRONT オフィススポーツは大谷選手の影響力の大きさを評価し、このように分析していました。彼が日米の両方でマーケティングの中心人物となっているのは間違いない。フィールド上での才能、そしてフィールド外でのビジネス力、さらに文化的影響力に限界はない。また同サイトの取材に応じた MLB 副コミッショナーのノア・ガーデン氏は、大谷選手を中心にした広告プロジェクトについてこのようにコメントしています。大谷がポストシーズンの舞台に立つことは、野球にとってもファンにとっても素晴らしいことです。彼は本当に歴史的なシーズンを送っています。彼を大きな舞台で見ることができることは良いことであり重要なこと。私たちはこの機会を利用して、グローバルな観点から全てのファンが野球に確実につながるようにしたいと思っています。大谷を前面に出してプロモーションすることが理にかなっている特定の地域では、私たちはまさにそうしているのです。 MLB の願い通り、大谷選手擁するドジャースはポストシーズンに進出、ワールドシリーズにまで駒を進めています。名門ヤンキースと43年ぶりに対決するとあって、現地の注目度も最高潮に到達。ワールドシリーズの観戦チケットは最低価格でも19万円と異常なまでに高騰しているようです。それほどまでに大谷選手をはじめとしたスターたちの影響力が異次元だということなのでしょう。ドジャースがワールドシリーズに進出した場合の大谷選手の今年の経済効果について、関西大学の宮本名誉教授はおよそ1168億円1181万円となるとの試算を発表しています。これは昨年と比べて 2.3倍。宮本名誉教授は分析結果を受けてこのようにコメントしています。空前絶後の金額になった。大谷選手の非常に大きな経済効果は一人のアスリートの活躍結果というレベルのものではない。大谷選手が社会現象として経済効果を拡大しているということで、今回の動画では大谷選手がもたらす世界的影響力についてご紹介するとともに、それを最大限に活用したいと考えている MLB 機構の戦略や MLB コミッショナーたちのコメントを見ていきたいと思います。大谷選手が現地でどのような影響をもたらしているのかがよくわかる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。ドキュメンタリー映画に値する対戦、大谷 VS ジャッジを公式が煽りまくっている。ドジャース対ヤンキースの名門対決が話題になっている中で、特に注目を集めているのが両軍を代表する2人のスーパースターの存在です。ドジャースの大谷選手、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手、この2人の対決は現地でも絶大な注目度を誇り、 MLB 公式 SNS も直接対決を盛り上げる投稿をしています。 MLB 公式 X では58ホームランと記されたジャッジ選手と54ホームランの大谷選手の写真を上下に配置、このような文言を添えて投稿しています。アーロン・ジャッジと大谷翔平が秋のクラシックに出場、アメリカンリーグとナショナルリーグのホームラン王がワールドシリーズで対戦するのは1956年以来だ。さらに2人がワールドシリーズのロゴを挟んで向かい合う画像を投稿すると、文面にはこのように綴っています。アーロン・ジャッジ、大谷翔平、野球界の2大スターがワールドシリーズの舞台で対決します。勝利を収めるのはどちらでしょうか。また試合を配信する Apple TV の投稿もリポスト。投稿にはリーグ優勝決定シリーズを制してそれぞれ笑顔を見せる大谷選手とジャッジ選手の写真にこのような文面が添えられていました。これはドキュメンタリー映画に値する対戦だ。ドジャースそしてヤンキース、2024年のワールドシリーズで対戦するこの試合を私たちは現地で全て記録します。またワールドシリーズを放送する FOX スポーツも公式 X で第1番を告知する煽り映像を公開、このようなメッセージを添えました。ヤンキースとドジャース、ワールドシリーズのタイトルを争う2つの歴史あるフランチャイズ、この試合が待ちきれない。映像の主役は
今シーズンのリーグ MVP 有力候補と言われている大谷選手とジャッジ選手、両選手の今シーズンのプレー集を軸とした動画にはファンからこのようなコメントが寄せられていました。かっこよすぎる。 MLB と FOX が望んでいたカードだ。ゾクゾクしている。壮大なシリーズになるだろう。興奮が収まらない。 CR7 と LM10 の雰囲気だ。まさに GOAT の領域。全試合必ず見る。 MLB を代表するスーパースター同士の対決ムードは凄まじい盛り上がりを見せています。 MLB 機構はこの盛り上がりを逃さず全世界に発信し熱狂を伝えているのです。コミッショナーも絶賛。 MLB が手放せない大谷翔平の影響力。昨今 MLB コミッショナーのロブ・マンフレッド氏を中心に推し進めているのが MLB の国際化です。 MLB は2024年シーズンの開幕戦を韓国ソウルで開催した。たシーズン中の試合をメキシコやイギリス、ドミニカ共和国で開催するなどするなど世界各国にアプローチしているのです。そんな中、マンフレッド氏は大谷選手が重要な役割を担うと考えているようで、このように語っていました。大谷のインパクトははっきりと目に見えている。視聴率やデジタルコンテンツのアクセス数などを見ると歴然で、特にアジアでのインパクトは大きい。またマンフレッド氏はこのような絶賛のコメントも残しています。我々はこれまでになかったものを目撃した。彼は卓越した才能だ。我々の人生を通じて間違いなく唯一無二。皆さん忘れているかもしれないが、我々は野球の国際化を推し進めている。そんな中で北米出身以外の選手で偉大かつメジャー最高のプレイヤーかもしれないという存在がいるとするなら、ビジネスや我々に対する興味を喚起することにおいて極めて重要なこと。彼の存在の重要性は強調しようにもし尽くせない。さらにマンフレッド氏は以前米専門テレビ局 ESPN の番組に出演した際にも大谷選手についてこのように語っていました。翔平、大谷は我々のスポーツにとって重要な存在。その大きな理由は2つある。まず1つは彼が桁外れの才能を持った選手だということ。プロスポーツには偉大な選手が必要。彼はその1人だ。もう1つは見逃されがちな点だが、我々のスポーツを国際化する上で彼は非常に重要な存在。メジャーでトップレベルの活躍ができる外国人選手を抱え国際的に魅力的なリーグにすることは重要だ。彼は間違いなくそれを担える選手。マンフレッド氏は MLB にとって大谷選手の存在が欠かせないものになっていると考えているようですね。米大リーグ機構のコミッショナー直属でリーグ運営戦略を統括する最高幹部クリス・マリナック氏も大谷選手の存在を世界戦略の切り札として高く評価しています。マリナック氏はまず韓国での開幕シリーズでの大谷選手の影響力についてこのようにコメントしました。このシリーズにおいて大谷翔平が与えたインパクトは大きかった。いろいろな数字に表れている。他の世界的な野球イベント WBC でも彼の活躍があった。レギュラーシーズンでの活躍も大きなインパクトを与えたのは間違いない。韓国開幕シリーズの日本での視聴率が過去の大会より倍以上になった。さらにこの開幕シリーズはいい偶然が重なって予想以上の効果が得られたのだそうです。韓国でのドジャースパドレスは大谷がエンゼルスに在籍している時に決めたこと。ドジャースに入団し韓国に行ったことは幸運だった。今回は非常に大きな成功と見ている。アジアのプライムタイムで生で試合が行われたことはそちらのマーケットを考えた上で非常に大きかった。そしてマリナック氏は大谷選手が特にアジア圏へのアプローチに非常に大きな影響を及ぼすだろうと考えているようです。重要な点としてアジアのマーケットを見た時にはアジア出身の大谷に親近感を持ってくれるのではないか、いつかああいう選手になれるのではと思い描いてくれれば、自分が同じようにやっていたら MLB にいつか行って MVP も取ってスーパースターというステータスを手にできるのではないか、そういうビジョンを彼らに作れる存在だと思う。ベーブ・ルースの全盛期から約100年、 MLB は投打二刀流という漫画のような大谷選手の出現をまたとない市場拡大の好機と捉えています。マリナック氏はこのように語り、野球の素晴らしさを世界に広めていきたいと大きな目標を語りました。大谷は時代を象徴する選手。あれだけの選手はこれから先次にいつ現れるかわからない。二度と現れないかもしれない。彼がいて非常に私たちは幸運だ。
この良き機会を使って彼の素晴らしさ、素晴らしい能力、才能を世界中の皆さんに見てもらいたい。さらにマリナック氏は大谷選手に大いなる可能性を感じているようです。野球にとって宝のような存在なので、現役の間はもちろん、引退してもインパクトを残してくれると思う。私たちも使っていかなくてはいけない。大谷選手に生涯野球大使を期待しているマリナック氏。実際大谷選手も野球界の発展に貢献したいという思いは持っているため、快く協力してくれることでしょう。大谷がいるから見に来たんだ。ビジターでも効果絶大。大谷の脅威の集客力。大谷選手の存在は MLB ファンの注目を一身に集め、その人気ぶりはドジャースタジアムの観客動員数にも表れています。 MLB 公式の発表によると、ドジャースは本拠地ドジャースタジアムで39団最多となる394万1251人を集客。前年の383万7079人から 2.7% 増を記録しました。 MLB 公式サイト MLB.com はこのような見出しで特集記事を組み、大谷選手の影響力の凄まじさを伝えています。水沢市からチャベス渓谷まで、大谷の影響は大陸を越えて広がる。記事ではドジャースのスタン・カステン球団社長のコメントが紹介されていました。大谷の最も重要な貢献はフィールド上で見せたことだ。彼は素晴らしいシーズンを過ごした。ただフィールド外で彼が新しいファンを連れてきたのも事実だ。試合のためにスタジアムに集まる観客層を変化させた。私たちはグッズの一部を変更し、売店の品揃えも変えた。以前はなかった日本語のツアーも数多く組まれて、日本とのつながりを持つ新しいスポンサーも増えている。またカステン球団社長は大谷選手の今シーズンの活躍についてもこのようにコメントしています。野球界にとっても非常にプラスになっている。彼のドジャースへの入団は素晴らしいものになると分かっていた。ただそれは素晴らしいというレベルを超えていたんだ。大谷選手の影響力はカステン球団社長の想像をはるかに超えるものだったようですね。さらに大谷効果は対戦相手の球団にも恩恵をもたらしていたようです。ドジャースのビジターでの観客は1試合平均 36,253人で、前年の 32,291 人から 12.3% も増加しました。また海外での大リーグ視聴者数は昨シーズンから 18% 増加。特にアジアでは 32% も伸びたのだといいます。さらに大谷選手が 5-0-5-0 に迫った時期にはスタジアムの集客数が急増。マーリンズ専門メディアフィッシュボンファーストのケビン・バラル記者は、マーリンズの本拠地ローンデポパークの様子をこのように伝えています。打席が回るたび何度もスタンディングオベーションが送られていた。偉業 5-0-5-0 に近づいていたからファンも見たかっただろうし、マーリンズの今シーズンの状態を考えれば理解できるよね。1万7000人以上が翔平のような選手を見に駆けつけたんだ。当初マーリンズは56勝97敗で借金41、ナ・リーグ東地区で圧倒的最下位に沈み、プレーオフ進出の可能性はとうに消滅していました。それでも大谷選手がプレーした3日間は観客動員数が軒並み倍増。同曜日同会場で開催された2週間前の数字と比べると約 2.6 倍と驚異の集客力を誇っていたのです。バラル記者はこのようにコメントし、大谷選手の影響力の大きさを称えていました。とても大きいことだよ。ここではあまり多くのファンが見に来ない。今日19日はマイアミのファンにとって翔平を見る最後の機会。マイアミではなかなか見られないほどのファンを連れてきているよね。野球をより国際的にしてファンを増やしている。野球が発展するチャンスだよ。球場にファンを集め、テレビでも観戦するファンを増やしているから球界にとっていいことだ。バラル記者が指摘する通り、大谷選手の存在は MLB ファンを増やすことに大きく貢献しています。アメリカの掲示板 REDDIT では大谷選手がきっかけで MLB を見るようになったというファンの声がいくつも投稿されていました。今年翔平のおかげで初めて野球を見始めたんだ。私はこれまで野球が何か全くわからなかったけど、今は違う。彼がほぼ一人で野球を復活させたようなものだ。80年代はメッツの大ファンで、ステロイド時代にいろいろと諦めてしまった。でも翔平が私を連れ戻してくれたんだ。私のパートナーはスポーツが大嫌いですが、今では翔平のおかげでドジャース野球が大好きです。毎晩
大きなテレビで試合を見ることができて嬉しい。ありがとう、大谷さん。こうした声は上げればキリがないほどです。 NBA のレジェンドでドジャース共同オーナーの一人であるマジック・ジョンソン氏も大谷選手の影響力の大きさをこのように称えていました。大谷は世界中の人々が見ているからね。アメリカの野球ファンだけじゃない。野球を見たことのない新しいファンすらも呼び込む。こんなことは人生初めて見るよ。近年野球人気低迷に悩まされている MLB にとって大谷選手は欠かすことのできないキーパーソンとなっていることがよくわかりますね。 MLB コミッショナーが異例の声明を発表。大谷は野球を変えた。今シーズン9月19日前人未到の 5-0-5-0 を達成した上に6打数6安打10打点3ホームラン二盗塁と超人的な活躍を見せた大谷選手。 MLB コミッショナーのロブ・マンフレッド氏は MLB 公式を通じて声明を発表し大谷選手の偉業達成を称えました。翔平大谷は長年これまで類を見ない革命的な存在であり続けたが MLB 史上初の50本塁打50盗塁を達成したことは彼がただスピードとパワーを兼ね備えただけの選手ではなく彼の人柄躍動感全てにおいて傑出することに献身的に取り組む姿勢を示している。 MLB を代表し偉業を達成した翔平を祝福する。野球を新たな高みへ引き上げた彼を我々は誇りに思っている。マンフレッド氏も大谷選手の偉業達成の瞬間を待ち望んでいたことでしょう。 MLB の歴史を次々と塗り替えていく大谷選手の姿には感銘を受けているようですね。今シーズン開幕直後に思わぬスキャンダルに巻き込まれた際にもマンフレッド氏は大谷選手を見守ってきました。さらに大谷選手が迅速に会見を開き対応したことについても信頼できるものだったと主張していました。大谷選手の公の場での発言は実に信頼できるもので透明性があると思った。しかし試合は高潔であるとファンに保証するために事実を確認することが我々に課せられた責務だ。マンフレッド氏は今や MLB の顔といえる大谷選手の動向をつぶさに見守ってきました。辛い経験をして苦戦する姿も見てきたからこそ大谷選手が素晴らしいシーズンを送ったことに対して素直に感激していたのかもしれませんね。大谷の声が MLB を動かすか。2028ロス五輪への期待。今シーズンのオールスターゲーム恒例のメディアデーで取材に応じた大谷選手は2028年にロサンゼルスで行われるオリンピックについて言及。大きな話題を呼びました。大谷選手はドジャースタジアムで行われる予定の野球競技に侍ジャパンの一員としてプレーしたい意向を理由込みでこのように語っています。国際大会はもちろん特別だと思うし特にオリンピックは普段野球を見ない人も見る機会が増えてくるのでそういう意味では野球界にとっても大事なことかなと思う。個人的にも出てみたいなという気持ちはもちろんある。しかし実は MLB では選手がオリンピックに参加することを認めていません。 WBC などオフシーズンに行われる大会であればメジャーリーガーも出場することができますがオリンピックはシーズン真っ只中の7月開催。ロブ・マンフレッドコミッショナーはシーズン途中にメジャーリーガーを送り込むことに否定的な考えを持っているようです。それに対して米紙ロサンゼルスタイムズはこのような記事で大谷選手の出場意思を後押ししていました。マンフレッドコミッショナーよ、大谷の言葉に耳を傾けなさい。オールスターよりも2028年の五輪を優先させなさい。記事の中では大谷選手の意向を汲みこのように問題提起しています。大谷は五輪野球競技が行われるドジャースタジアムで五輪の金メダルをかけて打席もしくはマウンドに立つ未来を描いている。なぜメジャーリーグロブ・マンフレッドコミッショナーは彼らの出場を認めないのか。さらに大谷選手が世界大会に出ることの大きな意義を主張しています。大谷は正しい。野球界は五輪の舞台で最高の選手を披露することで恩恵を受けるだろう。この宣伝は野球界の将来にとって極めて重要だ。本当のところ米マーケットの外で大谷以上に馴染みのある選手は他にいるだろうか。アーロン・ジャッジだろうか。そして2023年に行われた WBC での盛り上がりを称えた上でこのように指摘しています。ほとんどの WBC の視聴者は野球ファンに限られていた。しかし五輪になれば桁違いのものとなる。名だたるメジャーリーガーたちがオリンピックに出場することで普段野球に親しみがない層にもプレーを見てもらえる利点があります。
過去には大谷選手だけでなくフィリーズのブライス・ハーパー選手も、五輪よりも世界的な規模の大会はないとオリンピック出場に前向きなコメントを残していました。ロサンゼルスタイムズは、2028年のロサンゼルス五輪こそが野球人気向上のための重要なターニングポイントだとして、このように論じています。これまでの五輪に米国は大学生やマイナーリーグの選手で構成されたチームを結成したため、人々の関心は薄かった。マンフレッドコミッショナーが2028年のシーズン半ばに1週間ほどコントロールを手放すだけで、リーグやそのオーナーたちは恩恵を得ることができる。大谷が五輪でプレーを望む理由をどう語ったかを考えてみてほしい。そして大谷選手がもたらした影響力が凄まじかったことを例に出し、マンフレッドコミッショナーへの主張を締めくくりました。日本の田舎に住んでいた大谷は WBC での日本の優勝に感化された。その影響は10倍、100倍、1000倍となっている。それこそが NBA が1992年のバルセロナ大会で起こしたことだ。メジャーリーガーたちの五輪出場は野球界が排他的な存在から脱却するチャンスとなる。ロサンゼルスタイムズが指摘している通り、野球人気の向上のためにはこれまで野球に親しみがなかった層を新たに取り込む必要があります。ロス五輪は MLB の推し進める国際化へのアプローチにも大いに役立つことでしょう。選手への負担や試合スケジュールの調整など課題は多くありますが、オリンピックという大舞台で躍動するメジャーリーガーたちの姿を見られる未来があるかもしれませんね。いかがでしたか？今回の動画では MLB コミッショナーをはじめとした MLB 機構の関係者のコメントを紹介しながら、大谷選手の影響力の大きさが MLB にどのような効果をもたらしているのかを深掘りしてきました。大谷選手の存在は今や MLB の顔、新しいファンを引き込むきっかけであり、野球の面白さやその価値を高める重要な役割を担っています。そんな大谷選手に MLB は大いに期待を寄せ、その効果を最大限に生かしたいと考えているようですね。近年野球人気の低迷が課題となる中で、大谷選手をきっかけに再び MLB の人気が上向きになれば嬉しいことです。大谷選手の活躍を期待するとともに、 MLB がさらに盛り上がっていってくれることを期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またたくさんのコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。